コロラドハムシレプチノターザディセムリニエーテは、高注目カブトムシアモクハムシ科の昆虫。ナス科植物、特にジャガイモに寄生し、繁殖害する重要害虫。アメリカ合衆国コロラド州メキシコ、合衆国あたりの北アメリカ南西部原産と考えられている。日本には未侵入であるが、侵入した場合は、ジャガイモ生産に多大な影響を与えると考えられるため、 植物防疫法上の輸入禁止動物に指定されている。非常に大きな被害を与え、食害が進むと葉脈と茎だけが残る。ジャガイモのほかナスやトマトも食害する。体長は約12ミリメートル。羽根性は黄色からやや大色で10本の黒い筋がある。長さ約1.2から1.5ミリメートルの卵型で、投稿色である。裏に、 段階で産み付けられる。幼虫孵化直後は大褐色だが次第に赤色となる。修霊幼虫は体長が約5から7ミリメートルで側面に2列の黒い反紋がある。直径約10ミリメートルの楕円型で明るい大色である。コロラドポテトビートルスタチューインヘッドバー年に2回発生する。成虫が 30から120センチメートルの深さの土壌中で越冬する。春から初夏にジャガイモに飛来し、葉を食害する。葉の上に卵が産み付けられ、4から5日後に孵化する。幼虫も成虫と同様に葉を食害する。老齢幼虫になると途中に潜って幼化する。約半月で浮かし、成虫の状態で地上に現れる。コロラドハムシの分布を食、原産地。 大色、現在の分布、緑色、ジャガイモの原産地、原産地の北、アメリカでは、当初、バファローバーというナスカ雑草を食べていたが、19世紀、中頃に西部が開拓されて、ジャガイモが栽培されるようになると、ジャガイモを食害するようになり、急激に分布域を広げた。現在では、ヨーロッパやアジアにも分布する。ヨーロッパにおいては、1877年に、 ドイツで発生が確認された。第一次世界大戦中においては、アメリカ軍の基地のあったフランスボルド周辺で確認され、その後、オランダ、ベルギー、スペインへと生息域を広げた。ありがとうございます。